おいっす、こんにちは。えっ、ー、とね、今日はね、何の話なのかっていうと、えっ、ー、と、まあさ、みんな知っての通りさ、その、まあ俺って、えー、まあテスラに全力してる人じゃないですか。まあいわゆるテスラ全力おじさんですよ。で、実は、あの、俺の動画を見てくれてる人の中で、あの、なんとですね、あの、とある銘柄に、俺と同じように全力をかけて、えー、買ってる人がいたんですよね。 で、えっ、ー、と、その人のね、えっ、ー、と、話をしようと思います。で、あの、この話をして何が伝えたいのかっていう話なんですけど、あの、もう結局、その、個別株、個別株っていうのは、個別株っていうかもう投資だよね。投資全般っていうのは、もう信念しかないっていうことなんですよ。あの、自分が選ば、選んだ銘柄を、信念で持つしかないっていうことなんですよ。まあ、結局さ、株って上下があるじゃないですか。 上下があって、下まで行ってると、いろんな人からバカにされてるわけですよ。なんでこんな銘柄いつまでもの持ってんのとか、いや、この銘柄ってもう終わってるから、さっさと損切った方がいいですよっていう、そういうね、無責任なね、もう何も知らないような人らが行ってくるわけなんですよね。でも、それに負けず、最後まで自分の大好きな銘柄を持つっていうことが、最後は、ええー、その、まあ、幸せになる方法みたいな、 感じのことを話したいんですよね。じゃあ、えっと、まあ、本題なんですけど、その、じゃあね、その人ね、俺の視聴者の、俺の動画見てくれてる人が、えっと、何に全力を入れてんのかっていうと、あの、パランティアっていう銘柄なんですよね。で、えっと、まあ、ちょっとパランティアについて、えー、まあ、簡単に説明するんだけど、で、まあ、パランティアってま、結構有名だから、まあ、知ってる人もいると思うんだけど、まあ、一応概要だけ話させてください。 えっとね、パランティアって、えっと、じゃあまずは、まあ、どこに上場してるのかっていうと、まあ、アメリカですね。ニューヨークに上場してて、で、えっと、今の株価っていうのが、えっとね、株価がいくらだ株価が、えっと、32ドルだね。32ドルで、えっと、ここ直近で一番安かったのが、えっと、6ドルぐらいなんですよ。だから、大体5倍以上にはなってるっていう株なんですよね。 ま、6ドルから30数ドルまでいってるから、すごい上がり方をしてるっていう株なんですよ。で、えっ、ー、と、じゃあこの人、じゃあこの株って、えっ、ー、と、まあ、何なのか、まあ、どういう会社なのかっていうと、えっ、ー、とまあ情報セキュリティって言えばいいのかな。まあクロ、クラウドスライフとか、まあ、まあとりあえずあの、情報セキュリティをやってる会社なんですよ。なんかあの、いろんなところから、このデータを集めてきて、これがこうなってるっていうことは、ここが危ないですとか、 ここが他国から狙われてます、ね。ここが危険です。みたいなのを、まあ、出してくれるって言えばいいのかな。まあ、ちょっとわかんないんで、あの、調べてみてください。で、かなりね、あの、すごい会社で、あの、創業者って誰なのかっていうと、あの、ピーター・テイルっていう人ね。で、この人って何かっていうと、あの、ペイパルの創業者って言えばいいのかな。ペまあ、とりあえずペイパルに関連してる人なんですよ。 あの、イーロンマスクってさ、もともとペイパルを作ったじゃないですか。で、その人と一緒の多分、共同創業者って言えばいいのかなまあ、そんな感じ。とりあえず、あの、イーロンマスクと一緒に、あの、経営をしてた人なんですよ。で、そのペイパルの株を、その、まあ、やめるときに売って、いろんなおっきなお金作って、で、パランティアを作ったっていう感じなんですよね。 で、えっと、じゃあ、ただの進行、進行企業じゃんって思う人もいるんだけど、まあ、そうじゃなくて、かなりすごい顧客を持ってるし、すごいことをしてるところなんですよね。じゃあ、の、まず顧客なんだけど、顧客誰かっていうと、あの、いろんな国の国、いろんな国の政府とか、諜報機関なんだよね。例えば、アメリカの国防省とか、あとは CIA とかえ、そういうところがお客さんなんだよね。だから、個人じゃなくて、そういう、まあ、国とかそういう偉いところの、 まあ、防衛に携わるところを顧客にしてるんだよね。まあ、それはそうじゃん。いろんなデータを集めてきて、ここに攻め込まれそうですとか、ここがこういう動きしてますっていうのは、まあ、一番欲しいのって国とかさ、その防衛をしてる人たちだからね。で、じゃあ、まあ、どういうその成果を上げたっていうのかな。どういう成果を上げたのかっていうと、これもね、かなりすごくて、えっと、まあ、9.11のさ、その、ビンラディンっているじゃないですか。 あの人ってもう数年前にさ、その、アメリカの特殊部隊に、その場所、居場所見つかってさ、まあ、制圧されたっていうのあったじゃないですか。そこの居場所の特定になんかどう、どうたらみたいなのがあったっぽくて。だからもう本当すごいよね。とりあえずすごい会社なわけですよ。で、じゃあパランティアはこういう会社ですと。じゃあ、会社が分かったところで、えっ、ー、と、俺にその連絡をくれた、 その、まあ、パランティアお兄さん。パランティア全力お兄さんは、まあ、なんでこのパランティアに投資したのかっていう話をするんだけれども、えっ、ー、とね、ちょっとね、あの DM をもらったんですけど、まあ、一応あの DM には、えっ、ー、と、俺フェイクは混ぜてるからね、そのまま読まないから、で、フェイクはちょっと混ざってるっていうふうに思ってね。で、えっ、ー、と、じゃあ、その人、なんでパランティアに、その、全部、え、お金を入れてるのかっていうと、どうやらあの、去年、 かなりあの仕事で思い悩んだらしいんだよね。あの、文面からすると結構きつかった、えっと、みたいで、もうこっからどうしよう。もうなんか死ぬしかないかもしれないみたいな感じで、かなり追い詰められてたっぽいんですよね。やっぱさ、あの、俺らさ、社会人じゃないですか。で、社会人ならわかると思うんだけども、仕事がどうしても辛くて、八方塞がりだっていう時ってあるじゃないですか。多分ね、そんな感じの時だと思う。そんな感じの時に、 もう、好きなことやってやろうみたいな感じになったと思うんですよね。で、好きなことやってやろう。もう、えっ、ー、と、最後どうなってもいいから、もう全部かけてやろう。っていう風になった時に、えー、何を買ったのかっていうと、えっ、ー、と、パランティアを買ったわけなんですよね。で、その人って、あのー、仕事きっちりやってたし、で、しかもあんまりお金を使わない人だったみたいで、結構蓄えがあったみたいなんで、それを全部入れたっていう感じなんですよね。 じゃあ、えっとね、パランティアを一体どのぐらい買ったのかっていうと、えー、っとね、まず7ドルの時に、えー、まあ、2000株ぐらい買って、でな、すごいよね、今32ドルだからね言っとくけど、7ドルの時に2000株ぐらい買って、その後、16ドルと、えー、16ドルと、えっ、ー、と、22ドルで、 えー、まあ、2000株ぐらい買って、で、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、だいたい650万ぐらい、えー、投資してるっぽいんだよね。うん。えっ、ー、と、最初の元金っていうのかな。元金がだいたい650とか、えー、そのぐらいなんだよね。で、えっ、ー、と、その、なんでそのパランティアを買ったのかっていうと、それがさっき言ったことなんだよ。あのー、いろんな国が、えっ、ー、と、お客さんっていうことだったり、あとは今って、まあ、やっぱ紛争がいっぱい起きてるじゃん。 この紛争が起こってる中で、そのいかに、その、実際にその行動を起こされる前に、え、相手を抑えるかとか、そういうのってなんか伸びそうじゃないですか。ね、台湾のことだってあるし、え、今回の、えっと、ヨーロッパの戦争のことだってあるしね。で、そういうので、で、しかも、その、ピーター・ティールっていう、まあ、イーロン・マスクと一緒にペイパルをやってた、すごい人が会社をやってると。 じゃあ、この人に全部かけるしかないなっていうのでかけたっぽい。で、その時に、あの、まあ、結構、あの、嫌なことがあったみたいで、えっと、今さ、さっき32ドルって言ったじゃん。32ドルではあったんだけれども、あの、一番低いところだと、なんか5ドルぐらいもあったっぽいんだよね。で、5ドルぐらいの時も、あ、あったんですよ。で、みんなさ、その、個別株やってるとさ、まあ、知ってるとは思うんだけど、その、株価が上がってる時ってさ、 その株っていいことを言われるんですよ。あ、すごい会社だとか、すごい経営者だとか、こりゃ、あの、先見性のあるビジネスをやってるとかって言われると思うんだけど、でも株価が下がったとたん、もうめちゃくちゃに言われるじゃないですか。もうこんな株ダメだとか、こんな会社ダメだとか、えー、もうなんでそんな株持ってんのもう損切りして別のものやった方がいいよとか、損切りしてインデックスやった方がいいですよ。っていうような声が多分あったと思うんだよね。 で、そういう時期を、えー、どうやって過ごしたのかっていうと、もうとにかく、えっ、ー、と、まあ、そう、いわく、も決算資料を見たり、あとは、えっ、ー、と、他の、他に株を持ってる人っていっぱいいるじゃん。パランティアって有名だから、そういう人たちの分析を読んだりして、えー、まあ、こうやって強くね、あの、ホールドし続けたわけなんですよ。で、その中でもさ、やっぱり株価のさ、上下っていうのはあるわけなんですよね。まあ、6ドルで買って、 えー、まあ、5ドルにもなるし、7ドルにもなるし、10ドルにもなるし、で、こう、被って上下するわけじゃないですか。そういう中でずっと握り続けてたわけなんですよね。で、なんでこの人、えっ、ー、と、パランティア全力お兄さんは握り続けられたのかっていうと、えっ、ー、とね、もうとにかくやっぱね、その銘柄がね、あの、好きだからっていうのがね、あるみたい。やっぱり、その、儲かるからとか、誰かがいいって言ったから買ったとかじゃ、 やっぱりね、ないみたい。とにかく、えっと、もう自分の人生をかけるぐらいの銘柄なわけなんですよ。そしたら、もう信念持って買ってるわけなんですよね。どんなに落ちても、えー、売らない。あるいは上がっても売らない。そういう信念を持ちながら、ずっとこの人って株を持ってたわけなんですよね。で、最後、えー、最後っていうか、えー、今ですよ。買ってから1年後。 こうやって株価が6ドルのところから今30数ですよ。まあ4、5倍になってるわけなんですよね。だから言うたら、えっ、ー、と、まあ5、600万投資してるわけですよ。えー、まあもちろん、あの、買い増しっていうのもしてるから、うんと、買い値の単価っていうのはブレてると思うんだけど、まあ単純計算して2000万ぐらい持ってるっていうことになるんですよね。で、ここでもう一回よく考えてほしいんだけど、普通の人って株価が その、何て言うんだろうな、その、普通の人っていうか、その、値段だけ追いかけてる人。もちろん、あの、株っていうのは、その、儲けを得るためとかだから、あの、いいんですよ。もう1.5倍で売っても、ちょっとの利益で売ってもいいんですよ。それは人の投資方針だからね。ただ、この、パランティア全力お兄さんが違ったのは、株を信じてるっていうことなんですよ。普通の人だったら、今言ったけど、株がちょっとでも儲かったら、あるいは1.5倍とか2倍になったら、もう売ってるんですよ。大儲けじゃないですか。 ねでもこの人っていうのは30ドル超えてもまだ持ってるんですよ。4倍とか5倍になってもまだ株を売ってるんですよ。あ、ま,あ、かまだ株を持ってるんですよ。なんでかっていうと、まだまだ上がると思ってるし、もう値段、うんとね、こ、この人そこまでは言ってなかったけど、多分ね、この人も多分値段じゃ売らないんじゃないかと思ってる。うん。値段じゃ売らない、売らなくて、その、何か、えっと、きっかけがあるまでは売らないっていうのかな。 値段がある、値段で売るじゃない。あの、いくら儲かったとか、えー、いくら損したとかじゃないと思う。その多分自分の中で一定の区切りがあって、それが、えー、達成されるまでは多分売らない人なんじゃないかと思うね。だからこそ、この人の資産っていうのは爆増してるわけなんですよね。だってさ、5、600万で買って2倍だったら1000万じゃ1000万でもすごいじゃない。でも、この人多分2000万ぐらいになってるんだよね。 3倍、4倍、5倍になっても持ち続けてるわけなんですよ。っていうことは、じゃあちょっと結論を話すと。その、何が言いたいのかっていうと、う結局あの、ちょっとね、逆説的な考え、逆説的な話になってしまうんだけど、株価を、株価、かえっ、ー、と、寝頃感で買って、いくら儲かった、いくら損したで売ると、大した儲けにもならないし、えー、まあ、大した損にもならないと思うんですよ。なんなら大損になるかもしれないんだけど。でも、 寝ごろ感で買わない。まあ、つまり、自分がいいなと思った株を、いいなと思った値段で買う。それで、寝ごろ感で売らない。え、利益が何パーセント出た ?2 倍になったとか、そういうのじゃ売らない。自分が達成したいって思っ、自分がこの会社に期待してる業績だったり、期待してるストーリーが完結するまで売らない。そうすることによって、 最終的にものすごい利益が出せるっていうことなんですよ。ちょっとこれやっぱ逆説的じゃない本来はぶってやっぱ値段を追うっていうのが多分正しいことだと思うんだよ。俺もあんまりそれは、それは俺も知ってるんだけど、やっぱりぶって、うん、ある程度儲ける、儲けを得るためにやるものだから、まあていうか投資ってさ、そういうものじゃないですか。でも値段、利益を追うと逆に利益は少ないし損も出る。 でも、利益を負わないで、夢を追う、信念を追うことによって、その最大の値幅を取ることができるんですよね。で、これはテスラにしても、パランティアにしても同じだし、アマゾンにしても、グーグルにしても、えっと、今持ってる、まあ、依頼人、みんなが持ってる株でも同じだと思うんで。とにかく、値段を追わないっていうことが、俺はね、大切なのかなってね、思いましたね。 あとね、あのー、その方がね、ちょっと、あのー、すごい心に響くことを言ってくれていて、ちょっとこれそのまま読むわ。えっ、ー、と、最後に言いたいことは、バランティアのピーター・テール、テスラのイーロン・マスク、えー、こういう人たちは自分よりはるかに優秀で、えー、そういった優秀な人に全てをかけることが、えー、凡人にできる最適解なんだと思います。まあ、本当にこの通りだよね。ピーター・テールにしても、えー、イーロン・マスクにしても大天才。 で、俺たちは凡人。で、凡人が投資で勝つっていうのは、もちろんインデックスっていうのもいいかもしんない。積立 NISA もいいかもしんない。でも、俺もこの人の意見と、えー、同じなんだけど、そういう凡人がどうやって投資で勝つのかっていうと、結局、大天才ですよ。大天才についていくしかないっていうことなんですよ。そこに自分の判断は混ぜちゃダメ。やっぱり。こんなことでよくね、言われるんですよ。これもテスラの。 テスラの話をして恐縮なんだけど、テスラって今自動運転車をやろうとしてるじゃん。そうすると、いや自動運転車なんて無理だよ。っていうふうに言われるわけなんですよね。じゃあ無理だよって言ってる人って誰なのっていうと、凡人だけなんですよ。俺と同じ凡人、みんなと同じ凡人が無理だよって言ってるんですよ。確かに凡人は無理かもしれないよ。凡人は無理かもしれないけど、天才ならどうだっていう話なんですよね。 じゃあ、俺たち、それについていくしかないじゃん。ビッグウェーブに乗るしかないじゃん。っていうことなわけなんですよね。まあ、とにかく、天才についていこうぜっていう話なんですよ。で、えっ、ー、と、最後ね。もう最後の最後なんだけど、えっ、ー、とね、ちょっとね、その方がね、あの、ラップをね、あの、書いてくれたんで、俺もそれをね、あの、読みますんでね。えー、よ、Yo, パランティアで俺は生きてるぜ。データの海で未来見据えてるぜ。 分析パワー、誰もが知ってる。世界中の企業、俺らを頼ってる。おじさんも昔アナログだった。でも意味じゃアイテクでハイテクマスター。プログラム書いて AI も動かすおじさんだけど、俺は止まらないんだ。イエーイ !YO! っていうことでございましたね。あの、こういうね、あの、熱い、あの、パランティアホルダーのね方が出ると、から連絡をもらえるとね、俺もね、さらにね、そのテスラをね、 ガチッと握っていこうっていうね、いうね、気持ちがね、生まれましたね。で、えっ、ー、と、もし、えっ、ー、と、これで、えっ、ー、と、全力テスラおじさんと、パランティア全力お兄さんが揃ったわけなんですよ。おそらく、みんなの中にも、全力してる人いるんじゃないですか行っちゃいましょうよ。おそらく、自分の資産の大半を、とある銘柄に突っ込んでるっていう人いるんじゃないですかそういう人いたら、僕 <laughs> に <laughs> DM ください。 そして、全力仲間を作りましょうよ。ね。うん。ということでね、あの、ここまで見てくれた人、どうもありがとうございました。あの、チャンネル登録お願いできればと思います。ということで、今日はこんな感じで終わろうと思います。バイバイ。